はい、かっちゃんです。今日は、後ろ、新宿の西口にいます。ですね、XM3 とスーパーミックスだけでダイエットしますが、今日で10日目、その前の10日を合わせると20日目ですね、20日。はい、20日経ちました。で、さっきね、5年、6年前のネパールのね、頃の写真と自分の今の写真を比較してみたんです。でネパールであの時は多分ね100キロ前後だと思うんだよな。そう、行ったその場であの1ヶ月内に30キロ体重落とせって言われて、で必死で頑張って18キロぐらいまで1ヶ月落としたんだよな、あの時。そうで、あれはもうネパールから日本に帰る時で、ちょっとリバウンドしたかもしんないけども、もしかしてまだ100キロは切ってたかもしれない。まあそんな頃の写真です。で、まあ私がダイエット始める前、直近で一番最後に測った体重は115キロだったんですね。なので、115キロから今の顔を考えると、もう10キロぐらい体重、もしかしてね、10キロぐらい体重って言ってもおかしくないかも、とか思ってます。これ、きっとね、あと、まあ、後で動画編集するときにこの写真とこの写真みたいな感じで、しようと思うんですが、すごくないかな。うん、多分ね、私、今日改めて見て、あ、すごいなぁなんて思ってます。まあ、そんなわけでですね、編集版はなかなか先に進んでないんですけども、編集版が間に合ったら、編集版で、顔の違いなんかをお見せしたいと思います。そんなわけで、今日はモルモット生活、20日目、実質20日目、10プラス10日目。なので、ガッチャンでした。